はい、本日はおめでとうございます。ありがとうございました。今日はすぐ近く氏神様ですよね、小泉神社でのお宮参りでした。じゃあどうしましょう。今日の赤ちゃんとお兄ちゃんの10年後に向けて何かメッセージを、じゃあパパから一言お願いします。はい、上の子が12歳になってるのかな、いっぱい公園とかで遊んでキャッチボールとかできてたらいいなと思います。下の子も10歳になってるんで、一緒に鬼ごっことか一緒に公園でいっぱい遊べてたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあママもお願いします。はい、2人は10年後どんな男の子に育てるのか今からすごく楽しみです。これからの10年一緒に、もう10年も20年もずっと一緒に楽しく過ごしていきましょう。お願いします。はい、男の子2人だったら10年の間に家のあっちこっちが痛いそうですね。本当ですね。ボロボロになっちゃう。うちもすごいです、ボロボロです。はい、ということで今日は小泉神社でのお宮参りでした。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。